上島駅は、静岡県浜松市中区上島3丁目にある、遠州鉄道鉄道線の駅。駅番号は07。相対式ホーム2面2線の高架駅。直営駅であり、駅舎がある。早朝深夜の一部時間帯を除いて、列車交換が行われる。駅の東西両側に駐輪場、東側には、パークライド利用者向けの駐車場、開店場がある。 地上駅時代には、正式名称には、演州とついたが、各種表示や、車内放送では省略され、上島駅と案内されていた。また、当時は、島式ホーム一面二線であった。地上駅の頃には、演州ま込駅が高架化に伴う、ルート変更に伴って、廃止となって、以後の鉄道車両の搬入はこの駅から行われる、ことが多かった。 車両搬入のための仮設レールが駅構内東側の新浜松よりに設けられていたが、これはかつての貨物側線の名残を活用していた。なお高架化に伴い新たに車両を搬入する場所を開設する必要が生じたため、現在は西鹿島遠州岩水寺間に車両搬入所が新たに建設されている。また、全国的にも珍しい回転幕式の発車案内が、 最後まで用いられた駅であったが、高架化の完成とともに消滅した。なお、幕式であるがゆえに、臨時ダイヤには対応できず、発車案内を設置する駅で唯一臨時列車が表示されなかった。臨時ダイヤの際には白幕を出した上で、調整中の張り紙をしていた。かつては、貨物側線が多数あり、演州鉄道最大の貨物取扱駅であった。 側線からは、小野田セメント、自衛隊浜松基地、大京石油浜松給油所、日本石油浜松輸送所の各専用線が分岐して、セメントや石油、ジェット燃料などを取り扱っており、円州孫ご駅経由で、国鉄線へ貨物輸送されていたが、円州鉄道の貨物輸送の廃止と円州、孫ご駅における国鉄との連携輸送の廃止に、 伴い1975年までにすべて廃止された。跡地は駐車場やマンションになっている。遠州上島駅正面遠州上島駅ホーム、開業当時の地名が由来。上島は天竜川の島上の中須で村づくりが行われたことに由来している。2018年度の乗車人員は645,245人。 校舎人員は619,383人である。主として、通学、通勤用に利用される。1980年度以降の乗車人員を呼び、校舎人員は次の表の通りである。住宅密集地区であるが、園州鉄道鉄道線攻課課事業に合わせた、駅周辺の一部区域において、浜松都市計画事業上島駅、 周辺土地区画整理事業が行われているため、立ちのきなどによる空き地も多くなっている。なお、駐輪場、バスタクシー乗り場が再整備中である。最寄り停留所は、駅西側を南北に走る二股街道沿いにある、上島と上島駅東である。以下の路線が乗り入れ、円鉄バスにより運行されている。2016年7月19日より、ロータリー共用が開始された。 上島駅東、上島イオン、一致の線、二創出線、上島、六十一内野台線このほか、少々西へ歩くと、上島西バス停があり、五十三五十六八九、宮古田線と五十七位大循環が通っている。なお、上表内で述べた六十一内野台線にも、上島西バス停が存在する。遠州鉄道鉄道線引間駅上島駅。 自動車学校前駅、ありがとうございます。